はーい、おはようございます。おはようございます。阿蘇郡西原村にあります、暗いですね、阿蘇ミルク牧場にやってきてます。あ、ちょっと暗いですか。全然顔が見えない。あ、実はですね、あ、見えました見えました。もうちょっと当ててください。あ、いい感じです。いい感じです。暑いです。いい感じ。はい、あの実はですね、はい、先ほどからあの霧がかかったりとか大雨が降ったりとかしてますけども、こんな天候に負けず張り切って中継したいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。中継担当の太田と小勝ちでお送りしたいと思います。お願いします。はい、さあ、そして我らが熊も呼びたいと思います。はい、いきますよ、せーの、熊が。雨の中ですけど。はい、あー、来た来た来た。あらららら。お、あれね。あれ、なんか大倒壊。熊も。あれ、お友達これ。お友達を抱いてますよ。そしてお友達たくさん来ていただきました。はい。浴衣姿のお友達でございます。いや、こっちを写してください。素晴らしい。太郎さん、やっぱりいいですね、女性の浴衣姿というのはですね。はい、そして皆さんそれぞれ動物をね連れてきてくださってるんですけども、まずこれは何という動物ですか。パンダマウスというネズミさんです。パンダ柄だもん。パンダマウスなんですか。これはもうご覧の通り体の模様がパンダ柄なので。はい、可愛らしい。そしてこちらにもワンちゃんいらっしゃるんですよ。これワンちゃんのお名前は。マルコちゃんです。マルコちゃん。おはよう。ゴールデンレトリバーですね。ゴールデンレトリバーですね。ゴールデンレトリバーです。はい、そしてくまモンが抱っこしてるのがヤギなんですけども、はい、これ最近生まれたばっかりなんですね。はい、生まれて1週間ぐらいですね。1週間ぐらいです。はい、名前とかついてるんですか。はい、名前は王子くんです。王子くん。キングですね。素敵な名前ですよね。かわいい。ミルク牧場と言いますと、やっぱりね、かわいい動物たちなんですが、今日ご紹介したいのはまた別のものなんですね。あの栄太郎さん、本田さん、はいはいはい、今度の日曜日、うん、何の日かご存知ですよね。7月7日と言います。やはり七夕でございます ね、はい、うん、ですね。そうですよね。はい、そんな七夕にちなんだ素敵な催し物があるんですね。うん、題して、うん、牧場ナイト光る石の天の川ミルキーウェイウェイ素敵という催し物が行われるんですけど。そうなんですよ。ですよね。はい、そのお話をですね、うん、ミルク牧場の古石さんに聞いてみたいと思います。はい、わかりました。どうぞお願いします。どうぞどうぞ。あらー、おはようございます。古石ちゃん、はい、よろしくお願いします。いや、ゆかたくしてもうものすごい知ってますよ。はい、いろいろプライベートも知ってますよ。あれ、私プライベートも知ってます。どういった関係なんですか。いやね、大概にしとかなんですよ。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。さて、この催し物はどういった催し物になりますか。はい、牧場で3日間ですね、うん、夜になるんですけれども、光る石を 100キロの石を100メーターにわたって並べます。それをライトに照らして光らせていきます。もともと白い石なんですけど、あのライトによって6色に光ります。はい、これあの以前の模様なんですけども、とても美しいですよね。綺麗ですね。これ本当にその天の川ができてますね。はい、そうですね。あの川のほとりを歩くことができるので、はい、間近で見ることができます。これロマンチックですよね。栄太郎さん、本当これ織姫と彦星がやっぱりその当日は現れるかもしれませんね。そうですね、お天気がいいとですね、はい、ですここでね、プロポーズとかもあるかもしれないですよね。かもしれないですね。はい、はい、そして私たち中に入ってきましたけども、ご覧ください、はい、七夕の飾りがね、飾ってありますよね。フリッツさん、これはここにミルク牧場に遊びに来たら、はい、書くことができるんですね。はい、お貸しいただいた方に書いてもらいます。いいですね。それは嬉しいですね。あ、ほらほら、毎朝の目覚めが気持ちよくなりますようにってね。いいですよね。尾形さん、尾形さん書いてないんですか、願い事は。あの実はですね、私発見しました。やっぱりこそっと書いてます。やっぱりね、これ見てください。どこどこ。私の彦星様に早く会えますように。おがっち。なるほど、厳しい願い事ですね。きっと来ます。きっと来ます。来ますね。
まあまあ頑張れよじゃないって頑張りますよ、ほら結構自由にね、描いてね、飾ることができる、はい、ことなんですけども、ね、はい、これも楽しみですよね。そしてご紹介したいのはこの横にあるんですけども、はい、この3日間の限定のものがあるんですね、はい、普段はパン作りとかする教室なんですけれども、ね、この3日間だけですね、はい、天の川カフェを夜だけ、はい、どういうことですかそれ、はい、入り口がまたいいですよ、はい、笹が飾ってあります。いつもはカフェじゃないんですよこの場所はね、はい、かかった、うん、いろんなものを作ったりするものなんですけども、はい、どうぞ。3日間限定でカフェに変わるんですよね。すせっかくなら座りましょうかね。はい、お願いします。あのでも太田さん、はいはい、あの落ち着いたいい雰囲気のカフェだなと思いますが、天の川カフェっていうのはちょっとまだわからないですね。そこですよね、はい、3分後ぐらいにまたご紹介したいと思います。いや時間ないのよ、生放送時間ないのよ。そうですか、ごめんなさい、ちょっと紹介したい美味しいものがあるんですか。なるほど、先にね、せっかくなんでこちら見てください。3日間、はい、限定の牧場の体験館で作ることができるフォンダンショコラとミルクアイスがと飲み物がセットになって500円で、はい、3日間だけ提供します。しかもね、星があしらってありますね、これね。ちゃんと天の川が。これ、ホンダさんショコラっていうんですか。ホンダンショコラ。ホンダさんショコラじゃないですよ。ホンダさんいません。ホンダさんいません。ホンダさんいません。じゃあ、そのホンダンショコラいただきたいと思います。はい、お願いいたします。クマモンが。あとやらんよ、クマモン。ちょっとじっとしときなさい、そこで。食べたいもんね。ね、食べたいもんね。じゃあ、ホンダンショコラいただきたいと思います。はい、お願いいたします。いただきます。中がなんかクリームそうですね、はい、柔らかい、ほんのりちょっとあったかい感じがしますけど、あったかいケーキ、ちょっとほろ苦い感じで、はい、アイスと、アイスと一緒に食べても美味しいでしょうね、はい、そうです、いいですね、これ大人の味で、はい、こういった美味しいものがあるとね、はい、仲もぐっと深まるでしょうね、はい、尾形さん、これはもうラブラブですね、カップルで、はい、そして伊藤さん、はい、ラブラブになると言いますと、はい、先ほどの質問がありましたよね、なぜ天の川カフェなのかということなんですけども、はい、それでは、お願いいたします。何ですか。こちらになります。わかりますか。わかりますでしょうか。あー、星、はい、そうなんですよ、満天の星空でございます。これ北斗七星、栗さん綺麗ですね。はい、綺麗ですね。スクリーンに星を、プラネタリウムを、はい、しております。これ、はい、7月7日の南の空ですね、熊本から見える南の空を表示しております。はい、熊本の空か。じゃあ7月7日は当日、まあ、お天気が良ければ、お外でも見れるんじゃないかなって、はい、わからないですけどね、はい、まあ、ここでは間違いなく見れるので、これこの雰囲気の中で食べるんですよね、はいはい、そうなんですよ。キャンドル灯して、キャンドルの明かりがございまして、この明かりの中、素敵な時間を過ごすことができるわけですね、はいはい、いいですね。これ子供たちも喜びますね、はい、喜びますね。こちらの夕方からの限定になってますね、はい、17時30分からになります、はい、5時半から何時までですかね、はい、8時まで、8時までとなっております。予約をしなくてもいいですかね。はい、当日の受付になります。はい、こちら天の川カフェでございますけれども、はいはい、もっとご紹介したいのがありまして、楽しい遊び、ゲームがあるんですね。ちょっと外行ってみましょうか、はい、じゃあ、くまモンついてきてよ、ね、ちょっと人が多いですね、はい、すいませんね、ちょっとね、行きましょう、はい、こちらでございます。はい、行きましょうかね。あららら、なんかお祭りがありよるよ。こちらに準備されているものはちょっとご覧いただきましょう。魚釣りならぬじゃがいも釣り、面白いでしょ。そして横にありますのが金魚すくいならぬトマトすくいでございます、面白いでしょ。斬新でしょ、本当、そうなんですよ。で、今回ちょっとね、はい、このじゃがいも釣りに、はい、もう体験したいと思うんですけども、はい、実際に
おいくらでできるんですか。はい、お客様、1回100円で2分間釣り放題です。はい、2分間釣り放題ですよ。はい、わかりました。じゃあちょっとですね、今回我らがくまモンに挑戦してもらいたいと思います、はい特別に30秒間の中で3つ、3個ですね、じゃがいもを、ね、取っていただきたいと思います、はい、で3つ取ったならですね、はい、なんとこちら、はい、視聴者の方1名の方にこの美味しいもの詰め合わせセットをプレゼントしたいと思います。頑張ってね、頑張ってね、頑張ってよ、3個よ、くまもん。責任重大ですよ、くまもん。みんなお願いします。さあ、竿を持ちました、くまもん。これ、クリップがついてるんですね。制限時間30秒です。じゃがいもに。先の方にクリップがついておりますからね。これで釣っていただきましょう。なるほど。引っ掛けていただきます。まあ、動いてないからね。さあ、それではいきますよ。よーい、はじめ。くまもん、頑張ってよ。さあ、くまもん、頑張って。おー、うまい。早いね。くまもんは何でもね、できますからね。そうですね。3つですからね。うん、3つ。おー、あら、おー、すごい。これもうちょっと余裕じゃないですか、これ時間。余裕のよっちゃん、ちょっと当ててみよう。あと何秒ぐらいですか、これ。残りあと10。あらら。9。くまもん。8。5。もうくまもん。4。あ、3。ちょっとびっくりしました。本当に、あと練習したろ。すごい、予想外の展開。はい、ということで、ママありがとう、ありがとう、ね、3個じゃがいもを釣れたので、はい、うん、視聴者1名の方にこちらの阿蘇ミルク牧場の詰め合わせセットをお送りしたいと思います、はい、ありがとうございます。応募方法は番組の後半でお知らせいたします。はい、ということで前半はですね、カフェなどご紹介しました。後半は美味しいものをご紹介します。美味しいものいっぱいあるからね。はい。